ヨハン・ザルコは、フランスカンヌ出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権、元2クラス2015年2016年チャンピオン。2004年、13歳の時からイタリアでポケバイレースに参戦を開始し、2005年と2006年には、ヨーロッパ選手権でシリーズランキング2位を記録した。2007年にはこの年からモートジッピーのサポートイベントとして始まった。 レッドブルルーキーズカップに参戦。8戦中7戦で表彰台に立ち4勝を挙げて初代チャンピオンに輝いた。2008年にはレッドブルモートジッピーアカデミーの一員としてスペインロードレース選手権の 125cc クラスに参戦する予定であったが諸事情によりシーズン開幕前にチームを去った。結局この年はイタリアロードレース選手権に数戦。 スポット参戦しただけで、どのシリーズにもフル参戦できなかった。2009年、ザルコは WTR サンマリーのチームからアプリリアを借り、ロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦デビューを果たした。第5戦ニタリア GP でベストリザルトとなる6位に入り、シリーズランキングでは20位を記録した。これはこの年のルーキーの中では、 ジョナス・フォルガーに次ぐ2番手の成績だった。2010年もチームに残留。ザルコは開幕から8戦連続を含む17戦中13戦ポイント獲得を果たし、片落ちの r s w 1 2 5ーカルライダーの中では小山和義に次ぐ2番手となる年間ランキング11位を記録した。2011年シーズンは競合チームのアジョモータースポーツに移籍。 最新の r s a 1 2 5号を借ることとなった。この年は飛躍のシーズンとなり、開幕戦からチームメイトのエフレンバスケスを上回るパフォーマンスを見せ、第2戦スペイン GP で初の表彰台3位を獲得すると、続くポルトガル GP でも連続して3位を獲得。さらにカタルニア GP では初めてニコラス・テロルとの優勝争いを展開。 マシンパワーで劣りながらもラストラップの最終コーナーでテロルをかわし自身初優勝を遂げたかに見えた。しかしテロルをパスする際にテロルを押し出すように肘を出してしまったことで20秒加算のペナルティを受け6位に降格した。このレースを皮切りにザルコは優勝まであと一歩に迫りながらわずかに届かないというレースを繰り返すこととなる。第8戦イタリア GP では カタルニアと同じように最後までテロルと優勝を争ったが、前回とは逆に最終ストレートでテロルに交わされに、続くドイツ GP でもラストラップの最終ストレートでトップを走っていたヘクトル・ファウベルに並び、フィニッシュライン寸前でわずかに前に出て、チェッカーを受けたように見えた。だが、ビデオ判定の結果同着とみなされ、同着であった場合、 レース中のベストラップの速かった選手を上の順位とするというルールの結果、ファステストラップを記録したファウベルが優勝、ザルコはまたしても2位となった。その後も表彰台には何度も上がるものの優勝には手が届かずにいたが、第15戦日本 GP でついにテロルを下し、初優勝を果たした。さらにこの優勝でテロルとのタイトル争いに望みをつないだものの、 最終戦バレンシア GP で、痛恨の点灯リタイアを喫してしまい、逆転チャンピオンとはならなかった。それでも昨年の成績を大きく上回るランキング2位を記録した。2012年シーズンは、チャンピオンを争ったテロルと共に、元にクラスにステップアップ。ジアーチームから、チームソニックレーシング製のプロトマシン、チームソニックレーシング2で参戦。最高位は、 第3戦ポルトガル GP の4位で表彰台には上れなかったが95ポイントで年間ランキング10位となりルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した2013年シーズンカム・ヨダ・レーシングチームに移籍スター・ MMX にに乗りルーキーシーズンを上回る2回の表彰台141ポイントで年間ランキング9位となった2014年シーズン エアアジアケーターハム元レーシングチームに移籍し、引き続きスター MMX2 を使用したが、多くの人々が優勢なカレックスのマシンと比較して劣っているとみなしていた。それでも第12戦シルバーストーンではポールポジション4回の表彰台を獲得146ポイントで年間ランキング6位となった。二千十五年シーズン二十五 c c クラス時代に、 所属していたアジョモータースポーツに復帰、選手権を支配して7回のポールポジション、8勝を含む14回の表彰台、352ポイントを獲得、自身初の元にタイトルを手にした、同じチームでディフェンディングチャンピオンとして臨んだ2016年シーズンも、7回のポールポジション、7勝を含む10回の表彰台、276ポイントを 獲得して、元にタイトルを防衛、元にクラス時代において二度タイトルを獲得した初のライダーとなった。2017年シーズンはモンスターヤマハテックさんから最高峰のモートジッピーに挑戦することとなった。サテライトチームの一年落ちヤマハユーザー M1 での参戦では、あるものの開幕戦のカタール GP では予選4位グリッドを獲得し、レースでも 序盤を先頭で周回するも点灯リタイアとなった。その後は安定して上位入賞を続け、5月地元となる第6戦フランス GP では予選で3位、グリッド決勝でも2位表彰台を獲得した。6月の第8戦オランダ、8戦 GP では初のポールポジションを獲得。第17戦マレーシア GP では3位となり、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーとインディペンデント・チームライダーのタイトルを獲得、最終第18戦バレンシア GP では2位となり、シーズン3度目の表彰台に上り、総合6位となった。2018年シーズンも引き続き、モンスター・ヤマハ・テック3から参戦、開幕戦カタール GP では、前年10月の日本 GP 以来となる、最高峰クラス3度目のポールポジションを、コースレコードで獲得し、 第2戦アルゼンチン GP では2位となった。5月、第4戦スペイン GP に先立ち、2019年から2年間、KTM のファクトリーチームである、レッドブル KTM ファクトリーレーシングとの契約が発表された。2018シーズンは、この第4戦スペイン GP で2位、第18戦マレーシア GP で3位と前年同様、3度の表彰台。 総合6位を獲得した。2019シーズン、ザルコは開幕前のテストから、KTM マシンへの適応に苦戦し、第11戦をオーストリア GP まで22ポイントと低迷し、KTM と2020年の契約を継続しない、こととなった。その後、第12戦イギリス GP リタイア、第13戦3割の GP で11位、5ポイントを獲得した後、KTM は、 第14戦以降テストライダーのミカカリオを走らせることを発表し、ザルコはシートを失った。10月16日、LCR ホンダ、イデミツは右肩を手術した中上高明に代わり、ザルコを起用することを発表し、第17戦オーストラリア GP で13位となり、合計30ポイントを獲得、総合18位となった。12月、ルカティ・コルセと契約するとともに、 2020年シーズンは、ゥカティのサテライトチームとなるレアール・レアビンティア、レーシングから参戦することが発表された。2020シーズン、第4戦チェコ GP では、予選で2018年以来となる、ポールポジションを獲得、決勝では、接触によるペナルティを課されながらも3位となり、こちらも2018年以来となる、久々の表彰台となった。しかしながら、 第5戦オーストリア GP では、フランコ・モルビデリと接触、転倒して、右手首を骨折、手術を受け、第6戦スティリア GP では、前線の接触の責任を問われ、ピットレーンスタートのペナルティを課された。同シーズンは、14戦前線に出場し、合計77ポイントを獲得し、総合13位となった。また、ルカティ・コルセとの契約も延長され、 2021年シーズンは新たにプラマックレーシングから参戦することとなった。ありがとうございます。